来月3日の節分を前に、津市にある老舗和菓子店平治せんべいで福を呼び込むといわれる縁起物が入った福引きせんべい作りが最盛期を迎えています。福引きせんべいは津市の津観音で行われる節分行事の土産物として昔から多くの人に親しまれてきました。せんべいの中には大判小判のほか、交通安全や健康を願うお守りといったおよそ15種類の縁起物の置物が入っています。工場では職人が節分の豆にちなんで香ばしくいった落花生をせんべいに練り込み、一つ一つ丁寧に縁起物をせんべいの中に入れ三角形に折りたたんでいました。福引きせんべいをお買い上げいただいてですね、たくさんあの中に福が詰まったせんべいですので、皆さん、幸せな一年になっていただきたいと思います。福引きせんべいは来月3日まで販売されています。